メアリです。ココハです。今日はメアココのインスタで募集した質問に答えていきたいと思います。はい、メアココとなんか一人それぞれみたいなやつ でスタッフさんがランダムに選んでくれたので、たくさんありがとうございます。ありがとうございますね。3桁もね、私とても嬉しいです。ぜひ最後まで見てください。それではレッツゴー。メアココでお互い好きなところを言い合う。なんか全部って言ったらなんか何も考えてないように見えるけど、ココハの人っていう人が好きです。あんま欠点が私は見えませんけど、全部です私は。メアココ同士一番笑ったエピソード覚えてないよね、笑いすぎて。記憶に残ってるのはお坊さんが自転車乗ってたこと。そう、なんかあのメアリーが窓側でココハがこっち側で、おばさんが自転車乗ってるなんて初めて見たんです。その光景バカにしてるとかじゃなくて、そう見てなんか大笑いしちゃったよね、二人で。めっちゃ止まらんかったよね。一番ロケバスの一番後ろの、そう、ずっと笑ってた。お互いを動物に例えると怠け者です。カンガルーです。本当にグダグダしてるよね。本当にね、ホテルを一緒に泊まってみたら分かるんですけど、ベッドからもう動きたくない、歯磨きしながらでも寝るんですこの人安心感がある。だからカンガルーのお母さんみたいな。二人の第一印象は結構言ってるんですけど、可愛かったんですね。メアリー可愛い子ってやっぱり性格が悪いって思っちゃうじゃないですか。私は結構話しかけるタイプなんで、いろんな子に話しかけてて、メアリーに無視されたみたいな感じのことメアリー全然本当に別に無視しようと思って緊張してたんですよね。多分人見知りだったし全然そのことも覚えてない。そう、最初は性格、見た目ですよ。見た目第一印象、性格悪いのかなって思ってたんですよ、勝手なね偏見で。可愛い子って性格悪いってよく聞くからと思ってたんですけど、全然真反対で、なんか欠点もない人でした。ココハはまず目がでかいと誰にでも喋るなって感じです。そうだね、マジで真反対だったよね、私も仲良くなるなんて思ってもらなかったもん。思わなかった、会うと思わなかったもん。メアココでオソロのものは何ですか？スマホケース。多分2人だけのものはパーカー、ディズニーの時のパーカー2個ぐらいしかないんじゃない。そう、物に残さないタイプなんで私たち、写真にも残さない名前ね、心に刻んでる。いいこと言った。もしお互いに1日なれるとしたら何をする？もうメアリのそのまんまいつも通りの生活をする。メアリもココハのいつも通りの性格をして、ココハの友達に会いたいです。めっちゃね話してるからメアリに、多分登場人物いっぱい出てきてる、ニコラで2人で達成させた夢は、せーのせーで浴室、まあ、他のチャンネル見てめちゃめちゃ憧れた。メアココ表紙も実現したし、メアココ2人の企画もたくさん実現したから、次はできたら100室やりたい。本当に質問答えるのめちゃめちゃ楽しいし、2人の得意な教科は何ですか？でもテストの点数が一番高いのは国語、語彙力ないのになんか点数高いで、5教科だったらそうだけど、他のやつだったら体育が好き。得意な教科はなくて、好きな教科は副教科かな。もうダメだでもなんか社会は面白いな。あ、分かる分かる、うん、分かる。歴史とかなんか別に好きじゃないけど、社会には興味は持ってる。一応モデルのお仕事で大変だと思う時ってありますか？アンケートがめちゃめちゃある時に、テスト期間がかぶった時めちゃめちゃ辛いし、寝る間も惜しんで頑張るし、でもその分嬉しいことがめちゃ前にあるから、なんか続けててよかったなって、何回もやめたいと思った時あったけど、ここまで来てよかったなって、諦めなくてよかったなって思います。でもこの仕事をしてたら大変なことは絶対あるから、学校でも他の子たちとはちょっと違くて、ね、日焼け止め塗ったり勉強も頑張らなきゃいけないし、その分楽しいこともたくさん積み重なってくるから、全部ひっくるめて楽しいです。でもなんか本当にニコモちゃんたちがめちゃめちゃ優しい子たちで、よく話すと全部のストレスがさ、ピューンとどっか行く。最高。次メアココで企画するのはクッキング。もう聞いたことのない名前で食材だけ置いてあって、それで一から自分たちで料理作る。それか全部英語でメニューが書いてあるみたいな。そう、料理系やりたいよね、うん、やりたい。めちゃめちゃ一つパーツを交換できるならどこ？目。顔の小ささのな, な, なでも鼻が可愛い。わかる？メアリ鼻なんかそう、そっとツンなんか置いたみたいな小人みたいな感じの話してる。二人の口癖は待って待ってじゃん待ってって言うか、それな、言ってない？言ってるかもしれない。メリわからんみたいな。わからん、すぐわからん、すぐわからん。でもなんか多分なんちゃらと思う、知らんけどみたいな。あ、はい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 、あのつけるのね絶対保証します。疲れた時は何をする？疲れた時こそ普通の生活をする。意味が分からない。めちゃめちゃあ、いつも
通りってことは？いつも通り。寝たらね、忘れるわ。お互いを漢字一文字で表すと楽しい。おお。楽しいし、一緒にいて楽だし。白、ポージングも表情も上手くて、いろんな色に染まれるじゃないですか。大人でもギャルでもガーリーでも小さいしいろんな色に染まれるから白。共通で好きな食べ物は、うん、居酒屋にあるもの。味噌焼けマジ好きだよね。あそこだけは合う。自分が男の子だったら何したい？なんか好きな子の話を男同士したい。あ、それわかるかも。どういう感じなんだろうねって感じ。あの子なんか俺好きなんだよね。そんな感じじゃないでしょ。感じの話を男同士でしてみたいです。あ、それはわかるかも。え、男の子でも1日丸々生活してみたい。なんていうんだろう。どんな生活なんだろうって。そう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 。喧嘩したりしますけど、これマジでめちゃめちゃ聞かれる。でもないよね。なんか本当にない。喧嘩するまでに至らない。なんか言い合いもないし、性格が違いすぎて逆に、ね、尊敬し合ってる感じだよね、うん、妹とはどういう話する？なんて呼ばれてる？最近めちゃめちゃ仲いい。え、なんて呼ばれてる？ココちゃんって呼ばれてます。ダイエットの時とか一緒に走ってくれたり、めちゃめちゃ頼りになってます。普段食べるとき気にしていることはありますか？夜にゆで卵とかそういう固形なんか消化しにくいもの食べたら消化されないから、うん、朝と昼に卵1個ずつでタンパク質と食物繊維をたくさん摂るようにしてるのと、サラダとスープを最初に飲んだら血行が良くなったり血糖値の急上昇を防いだりしてくれるので、サラダとかそういうものから食べて、朝一番多くて昼中盤で夜少なめみたいな感じにしてます。で、夜ご飯の食べる前はキウイを食べます。ガーリーが好きになったきっかけは、最初からガーリーだったよね。え、でも最初なんかポップっぽくなかった、うん、色はガーリーだけど、うん、なんか派手系みたいな。そうそう、逆にガーリーだったもん。確かに確かに、うん、子供になってからはもうずっと好き、ガーリー、うん、結構前からかな。宝くじ3億円当たったら何したい？なんかあるじゃん、なんか宝くじ当たったらこうしたいみたいな、うん、ちっちゃい時は結構自分に使うことが多かったんだけど、うん、最近1億はパパにあげて、5000万をママにあげて、あ、5000万は妹と自分で半分、1億は貯める。ネイルの色は何色が好きですか？ネイルは薄みピンクとかめちゃめちゃ塗ってるよね。塗ってるが好きです。で、ツヤツヤな感じが好きです。好きな絵文字は？あんまり絵文字使わない。最近冷たいねって言われるもん。絵文字使わなすぎて、笑もつけないから。確かに確かに。ミヤリもだよね。ミヤリも会話がやばくて、もうなんて冷たいよね、最近、うん、あれかも、人に合わせるかも。あー、確かに。多分慣れたからね、もう何年もなんか最初の方は、今日はお疲れ様でした、ハート。ミヤリすぐハート使えるから。いいけど、初めてだから。洋服選びのコツとかありますか？これが流行ってるから、これを着ようって縛られるんじゃなくて、でも流行りも入れてもいいけど、自分の好きなのだね、うん、着るの自分も幸せになるし、確かにいいんじゃないかなって思います。毎日必ずやること、縄跳びかな。マッサージとか学校の前の日だと忘れてた課題とかがあって、あ、そういうの急にやってお風呂から出てマッサージとかしてる暇がなくて縄跳びは必ずしてて、昨日も飛んだしみたいな。絶対縄跳びはなんか分かんないけどやってる。好きなディズニープリンセスはシンデレラとラプンツェル。何のシャンプー使ってる？ H&S。 うん、なんか私多分頭皮が弱くて H&S が一番、あの頭皮用のやつなんかな。優しい。そう、めちゃめちゃ合ってて。メアリちゃんのお気に入りのパックがあったら知りたいです。メアリは夜はあんまりパックしなくて、朝、うん、サボリーノの朝マスクをすることが多いです。いろんな種類があるので、スースーする系だったり保湿だったり、自分に合うのを探してみたらいいんじゃないかなって思います。無人島に3つ持っていくなら、サバイバルの本、建築関係の人、なんか家建ててくれる。何もないよ多分。あと漁師、はい、食べるものっつってもらう。そう。みやりちゃんが尊敬している肉もは？でも肉もはどれとか決めれないぐらい、もうみんななんか高め合ってるから、みんな家の中で一番落ち着くところ。あ、ベッド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 、寝室。ガーリー系以外でしてみたい服装は？めっちゃシンプルにモノトーン。好きなコスメブランドは？シクスティーンブランドです。よく使ってる。ずっとそれも。早起きする時のコツってありますか？私早起きできないのでコツとかないんですね。僕は本当に遅いよね。本当に起きない。本当に起きれない。マジで朝に弱い。じゃあ、あの1分おきにタイマーかける。
それが一番いいかも。 あれなんかガチでパスって起きる10分前にかけて起きたら10分間携帯イジイジして目覚ますって、うん、でもニコラはどれくらい読んでますか？ニコラはもう暇な時になったらニコラ読もうみたいな、何回読んでも面白いから何回も読んでも。将来の夢は決まってますか？今の夢だからもっとこれから違ってくるのかなとか思ったりもしますけど、今は自分の洋服を着てラーメンを歩くことです。気分が低い時はとりあえず寝る。もうなんか思ってることがさぐちゃぐちゃになるじゃん、だからもうノートにブワーって書く嫌なこと全部、でパターンみたいな感じです。封印みたいな。そう、ニコラのモデルをしてて一番嬉しかったことは何ですか？もう全部と言っても過言ではないけど、本当に全部だよね、うん、だけど毎回楽しい。ニコマになったっていう報告の時と表紙かな、とめはここ企画の時もめちゃめちゃ嬉しかった、ね、めっちゃ幸せな空間でした。美肌の秘訣を教えてほしいです。最近は化粧水とか乳液とかの前に化粧水道乳液、無印のやつを塗ってから化粧水したり日焼け止めを塗ったり。好きなお菓子ベスト3、もうないとかじゃなくて3個言っていい？いいよ。トロベ、ハニータロンみたいな梅干し、うん、あとはかば焼きさん。リピ買いしてるコスメは何ですか？コスメじゃなくてあのマスカラ落としなんですけど、はい、ヘライメイクのスピーディーマスカラリムーバー8本10本ぐらい本当にいっぱい買ってます。リピートしてます。朝起きて一番最初にやることはコップ一杯の水を飲む。キャラクターは何が好き？クレヨンしんちゃん。好きなジュース、好きなジュース炭酸がめちゃめちゃ好きですね私、うん、最近は水飲んでます。ニコラで一番楽しかった撮影は何ですか？全部さっきコカハがやってみたいに楽しかったですけど、初撮影もすごい楽しかったし、1年経って2周年目に入る目はここの企画の撮影がすごい楽しかったです。楽しかった、めちゃめちゃあれ、うん、今回の最近ハマってるのは古着です。古着コーデ。メアリちゃんの前髪を作ることはありますか？メアリはもう切ってもらう時からこっち側に流れるように切ってもらってるのと、下だけクンってならないように巻いてあげることです。よく見る YouTuber プロタン日記さん、初めて、めちゃめちゃ面白い。好きな色は何ですか？ピンクと白とです。自分の好きなところは誰にでも話しかけられるところです、うん、誰とでも仲良くなれる気がする、うん、メイクするときはここが絶対大事ってところを教えてください。ココハ本当に今してないんですけどアイライン大事だよねって言われてます。あとリップ。ここからリップ濃いのがいい。そう、顔が濃いから薄いのだと映えないから濃いのつけてます、うん、もしペットを飼うとしたら何がいい？タイニープードルで、あとはミニチュアダックスフンド、マルチーズ。なんか可愛くない？可愛い、めっちゃ白で。あかりんさんプロデュースのコスメの中でこれは絶対に買ってみてほしいコスメは？でも全部本当にアイシャドウもリップもいいんですけど、メリーこれから出るグリッターのラインがすごい気になってて、あれが欲しいです。勉強方法なんかありますか？勉強方法はとりあえず予習復習をすると、何回も解く。英語の単語とか重要表現、社会の単語とか理科と社会はもう暗記するだけでいいと思うんです。何回もノートに書いてます。書くことが大事。何回もモデルさんのお仕事をする上で一番大切にしていることは何ですか？みんなにずっと見てて飽きさせないようにすることと、体調管理と体型維持か、うんうん、あとみんなに楽しんでもらえるようにしていることか。小さい頃はどんなお洋服着てた？多分ね、ワンピース系が多かったと思うんだよね、うん、これは非公開ですね。眉毛ないのかと。多分これはね、誰かにママかパパか前髪切られて失敗したやつ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。これがあればメアリ顔になれるってコスメはありますか？ブラウンマスカラかな。でメアリのおすすめはヒロインメイクのマイクロマスカラ、ちっちゃいブラウンのマスカラだけど、キャンメイクとかのブラウンのマスカラとかもいいし、うんうん、あとはちょっと高いけどクリオのパレットがよくいつも使ってます。ダイエットを続けるコツは、目標がめちゃめちゃあったからそれに向けてめっちゃ頑張れました。なんか、うん、めっちゃ大きい目標を作ったらいいと思う、うん、お菓子は普段食べていますか？お菓子は最近あんまり食べてないけど、なんか食べたいと思ってるけど一切やべえみたいな感じにしたら逆にストレスで食べちゃう。ストレスフリーで1週間に1回作るみたいな、うん、
だからそんな頻繁にはあんまり食べないです。おしゃれのコツは全身黒コーデとかさ、うん、全身白コーデとかもいいと思うけど、ココハはあんまそういうのしないから、うん、柄入れるとか、確かに色入れるとか、差し色、うん、差し色差し柄を必ず入れる、うん、あとは全部黒と白でまとめるみたいなことしてます。好きな漫画は何ですか？最近漫画全然見てなくて、漫画読んでるイメージないもん。でも前すごいハマってて読んでたのはひよこいっていうのがと、あとめちゃモテ委員長みたいな、うん、のホラーバージョンみたいなのがあって、へえ、それがすごい面白かったです。好きな言葉は努力は必ず報われる。いつから本格的にメイクを始めた？ニコプチの初撮影の時から、だから小4の終わりぐらいからメイクさんにやってもらってました。もし時間が過去に戻ったら何したい？あのもう一回楽しかったことももう一回戻る。例えばプチコレとか学校の卒業式とか修学旅行とか、修学旅行に戻りたい、林間学校に戻りたい、もう戻りたいこといっぱい、楽しい時に戻りたいです。夏と冬でスキンケア変えてる？スキンケアはほとんど変えてないけど、別に夏と冬って変えるんじゃなくて、なんかいろいろ試してます。でも冬は保湿重視うん、だね、押してます。カサカサするから、うん、終わったよ、楽しかったね。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。みやここのこと知っていただけましたか？ハムハムハム一斉なのでバイバーイ。